おはようございます。今日は栃木県大平山に紅葉の様子を見に来ています。ちょいちょい赤い木があるね。これから真っ赤になるの。結構グラデーションになってるの好きだな。他はもう全然緑。まだな、緑でしょ。あのピンクの花はサザンカだっけ。花取ってるだけで楽しいな。お得な趣味だよね。そう、今日は富士 XH1 に虚無のレンズをつけています。虚無のレンズ長、兄か弟かは分からないんですが、で ここにあの虚無のレンズの18から35ミリの方も入れています。綺麗だ。その情緒があまり映らない2本のレンズで紅葉を撮るとどうなのかというのを試しに来ています。獣道、横棒があります。ここで終わりかな。遊歩道だ、イエーイ、行ってみようぜ。もう終わり。スタートして30歩ぐらいしか歩いてない。あ、もう下行けないんだ。じゃあ無理ですね。ロシア人張りに勝手に道作っちゃったノリに見えるな。戻ってきた。これね、日陰側は全然紅葉しないから日向を探してうろうろするべきですね。あ、神社だ。これはこれで綺麗だな。いや、紅葉まだまだだね。でも俺今ふと思ったんだけど、毎年毎年紅葉を撮りに行きたいなって言って紅葉を撮りに出て、紅葉まだまだだねって言って帰ってきて、その年ほとんどその後どこにも遠くに行かないみたいな、なんか毎年やってる気がするんですよね、 YouTube で。まあそんなもんだな。12月の頭まで待たないと関東は紅葉ね、ちゃんとしないでしょうね。ここ栃木なんで北関東だね多分。ちなみにこの XH1& 虚無のレンズ長50からシグマ50から100mmF1.8 はなかなかいい塩梅です。フリンガーの、ね、絞りリング付きにしたの。 EFFX2 Pro 2 とかそういう型番だったかな、確か。なかなかいいですよ。また紹介します。緑が緑で綺麗。いや、だいぶ歩いてきたけどこの辺のゾーン楽しいな。あそこも綺麗だね。ここ今日にスケスケなの。お父さんスケスケいいね。しかも今日50から150、ん50から100ミリがメインだから換算75から150ミリね。このシステム結構便利かも。スイッチ1に虚無のレンズ兄弟。ピークデザインで三脚座につけて、三脚座がもう外れないやつだからまあ大丈夫でしょうと。でこっちのレンズを外したらこっちにレンズポーチがあってくっつけられるんですよ。便利便利。が歩いてたら突然山道になって、傾斜が緩い、これでも全然緩いんだけど、緑が奈良ツアーで見た各地の緑とは全然やっぱりまた違うな、栃木の緑。いやでも関東って感じがするな。なんか緑がね、緑が紫外寄りになってるような気がする。成分分析してみたいな。これ各地の似たような植物の緑の成分分析したら面白そうですね。色の同じ光源で LED とかストロボで同じ光源で撮って
例えば椿の葉っぱとか、はい、色が違うぞっていうのを、どっちかな、確かにどっちか分かんない。あー、どっちもありえるな。おー、危ねえ。光が違うから、今ね、緑の色が違うっていう話をしてて、緑の色が違うのはボールペンだ。緑の色が違うのは光の色が違うから、緑色の色が違うのか、何なのか、なんだよな。こんにちは。どっちなんでしょうね。光が違うから緑の葉っぱの色も変わってくる可能性もあるし、一番簡単な例としては、光が違うから違って見えるだけだ、色は変わらないのだっていうのが一番わかりやすいけど、光源固定すればできるもんね。突然のしめ縄、浅間神社、へえ、禁じられている。浅間神社は行っちゃいけない雰囲気になってる。展望台に来た。恋のいる町、蔵の町の見どころ、これ我々がこれから行こうとしている方面ですね。とりあえず望遠で撮っておこう。今度は栃木駅の周りに来たよ。帰りにちょっと寄ってスナッピングして帰ろうっていうことで、もし今度は虚無のレンズの短い方、あれ後ろに見えるの栃木駅だね。さっきね、山の方からあっちから走ってきたら、ちょっといい感じの崩れかけのお家とかがあったりして、お、あれいいじゃん、撮りたいっつってそこに戻っている感じ。猫の正しい裁きの日は近い。撮りますね。栃木市ってこういう感じなのね。ファンフードファン塚田、いい味出してんだけど、ちょっと写真が撮りづらい角度だったから今パス。路地があり、ホビーショップがあり、民家がありっていう感じですね。で、あっちに運河があって、運河沿いに蔵が残ってるみたいね。ちょっと楽しみね。お、川に出たら、なんかなんだろう、あれ銀行とかかな。 あれ古そうだね。正面に見るかな、チラッと見える。裏だからさすがにちょっと難しいけど、あれ表側に回りたいね。こっち側も全然いきなり住宅地というか何もなくなってる感じだね。ここがシティリミットっぽい。路地が楽しい。蔵の町栃木いいぞ。さっき猫を一匹取り逃しました。残念。それらしいところに来た。蔵、木材改装問屋みたいですね。俺このマスヤ布団店さんが好き。水めっちゃ綺麗だ、こう運河。
いたらこの間のね台風19号でちょっと被害を受けちゃったみたいで大変ですね。水辺が近いとこはね。ああ綺麗、鯉が見える。イカかと思ったらビニール。さっき言ってた橋から外れ側に向かって歩いてきております。何か面白いものあるか。だいぶ歩いてきたよ。栃木市ね、暗いエリアからちょっと外れても普通の住宅地のはずなのに意外とちょいちょい撮らせてくれるっていうボーナス的な意味での撮影スポットがある感じ。普通に人が住んでるとこだからね。ということで歩いて河内ヨークベニマルまでやってきました。この道は開発道路だそっか。さすがに何もなくなし、地元の皆さんがお買い物に来るエリアですね。この辺はこの辺さすがにあれなんで、駅方面に帰った方がいいですね。これその中で栃木の中をうろうろ栃木市内をね散歩してまいりましたが、ついさっき猫ちゃんにも会い、地元の栃木の猫業界にもご挨拶が済んだところで、電池がね今朝一満タン、これ3本入るんですよ。縦繰りの中に2本と本体内に1本入るやつが今全部ほぼ全部空で、朝から何枚撮ったんだろう、何ショットかっていうのは、これ何枚目？1000ショット弱、1000ショットマイナス40ショットぐらいですね。で、3つ電池がなくなりそうだったんで、電池1個300ショットぐらいですね、大体ね、ほぼカタログスペック通りというか、まあ、電池、予備電池はあとが。あと4個あるんで全然大丈夫なんですけど、予備電池は多めに持ってかないと XH1 辛そうだね。本当ね、それも評判通りで、ただ操作系統はすごくいいんで、その辺の話実際ゴリゴリ使ったレビューをまた改めてやりたいですね。そんなわけで栃木ね結構楽しかった。あととにかく光綺麗なんだ。さあそれじゃあ久々のローゲンゾー編でございますよ。撮影から帰ってまいりまして、これ実際にはね撮影から1日経ってちょっと冷静になった私っていう視点で写真を見てますね。で今回のローゲンゾー編の主眼はねうまく撮れてるかというやつよりもね、まず XH1 の画質自体はウラジオストク行ってアホみたいに撮ってきたんで、あなるほどなっていうのはよく分かってますね。 JPEG 意外なほどっていうと失礼かもしれないぐらい、JPEG いけるし、あとは何センサーのね特性というのはまあまあつかめているので、その辺はまあいいやっていうところなんですけど、それ聞きたい？まあまあ今度やろうね。要望がたくさんあればやりますけど、その辺はまあそれぞれね皆さんカメラそれぞれ違うんで、 XT20 と、その時にねウラジオストックのスナップで使っていた XT20 と XH1 はセンサー描画エンジン一緒っていう話 で XT20 が気に入ったから買ったからちょうどよかったね。で確かにそっくりなんだけど、オートフォーカスの性能とかがちょいちょい違うのよね。あとなんだっけ、カメラの中にもエターナだっけっていうのが入ってて、ライトルームにもこのエターナルなんでしょうね、これもう語源はっていうのが入ってますと、こうさらっとした映画っぽいシネマっぽい感じになりますよってやつがカメラでも選択できますですね。で、あとはね、オートフォーカスが、フリンガーの EFFX のアダプターを経由して、シグマの虚無のレンズ兄弟ね、18から 35mmF1.8 と50から 100mmF1.8 をつけておりまして、で、正確性とか、
スピードは、まあ、スピードはね現場で終わってますけど、どうなんだろうっていう感じでございます。まあまあいけるね、ちょっと一昔前感があるんだけど、富士フィルムのでどうしてもねソニーと比べた時にソニーが、一番すごいです、簡単に言うと。その後キヤノンだったら、キヤノンもなかなかすごいです、ソニーほどではないですがキヤノンもかなり頑張ってますに対して、ちょっと遅れを取っているフラッグシップでこれかという感じは、純正レンズを使っていてもめちゃくちゃ速くはないし、という感じなんですが、別に使える、よほどの動き物を取らない限りはまあ大丈夫ですよっていう感じですね。それぐらいのイメージで、あとは正確性がどうかを今日はこれ見たいと思っています。よく映るよねこれ、すごいよねですね。昨日チラチラっといじっちゃったんでね、これねローの状態です。そうか、俺コマンド使うから、なんていうのショートカット使うから、いちいち言わないとね、いつも言わなくなっちゃうの途中でね、ロー現像に熱中するとね。ああね、このクラシッククローも好きなんだよね。で、クラシッククロームとかの何、これプロファイルを当てた時に、ライトルームでプロファイルを当ててもカメラで撮った JPEG みたいにならないんだよねっていう人がいるんだけど、だってカメラで撮った時のプロファイルってこの辺のあれこれもいじってるでしょ多分。このねテクスチャー系シャープネスは上がったり下がったり多分すると思う、これ予想ねと思うんだけど、テクスチャー明瞭度計はさすがにやってるようには見えないで、ここはないと思うんですが、なんだかんだこの辺も入ってくると思うんですよ。あのプロファイルによってコントラスト高い低いはちょっとあれどね、でもうちょっといじくってると思うんで、やっぱりこの辺のいじくり具合もセットで見ていかないと、それはライトルームでプロファイル当てたからっていきなり全くカメラ内でやった時と同じにはならないと思うよというのが僕の見解ですね。サクサク見てくる、ちょっとこれここピント位置にしたのちょっと写真的に変だったね。まあとにかく合ってりゃいいんだけど、今回はすごい合ってるすごい合ってる。ファインダーがね XT20 と比べるとだいぶ見やすいんだけど、そうは言ってもめっちゃくちゃに見やすいわけでもないので、これね合ってる方、いや多分これヒゲ合って、ヒゲ眉毛合ってるだろうなって思いながら撮ってるんだけど、ここは分かるんですよファインダーで。でもこっちに来てるかどうかは分からないんですね、ファインダーでは、 EVF では。そのあたりがちょっと難しい点ではあるんですが、今のところ僕使ってる限りでは EOS R はめっちゃ良かったですね、 EVF は。でもかなり検討しています。だって安いもん。あでもあれか、値段買うお店によっては EOS R とあんまり変わんないんだよね、XH1 と。この辺はちょいちょいこの辺の写真ね、やっぱ見てると